こんにちは、ルイです。本日の試合は4対0で勝ちました。これでなんと今季2度目の10連勝ということで、しかもね、昨日に引き続き連夜のね完封勝利ということでね、本当に、またしても、素晴らしい試合をね、見せてもらえたのかなと思いますし、まあ、昨日に引き続きちょっと僕はまだ体調が万全ではないんですけども、ご了承ください。でまず、先発ね、青柳ということで、6回投げて、被安打4、三振1つ、フォアボール1つ、無失点ということで、まあ調子自体はね、まあ、決して、絶好調ではなかったと思いますし、まあ、悪くもなかったんですけど、まあまあまあというところだったと思いますけど、まあまあ少しボール先行したりとかはね、結構まあそこそこありましたけど、まあでも本当に粘り強いピッチングだったのかなと思いますね。まあ初回もね、先頭にヒット打たれて、まあゲッツーでね、打ち取ったりとか、まあ2回なんかはね、本当にワンアウト1、2塁のピンチで、まあバッター対、岡田の打球ね、打たれた瞬間はね、完全にセンター前抜けたというふうに思ったんですけど、なんとか青柳が反応してね、グローブに当てて、まあそれがたまたま中野のところに飛んで、ライナーで、ゲッツーというところで、まあそれもラッキーなゲッツーもあったりとかで、まあいろいろやっぱり運持ってるなというかね、本当にいい流れだなと思います。これなんかチームの流れなのかなとも思いましたよね、あのゲッツーは特にね。まあでも、まあそこまで良くないなりには、まあ本当に試合まとめてよくゼロでね、今日の状態からすると、まあ初回とか2回とかを見てるとね、本当にボール先行してたんで、だいぶ心配でもあったし、まあいつかは点取られるんだろうなと正直思ったんですけど、なんとかね、まあゼロで行ってくれたっていうのはね、本当に良かったのかなと思うし、まあ本人はね、もうちょっと例えば7回とか8回とかね、投げたいと思ってると思うんですけど、まあでもね、結果的に6回無失点としっかりと試合作ってくれて、まあ完璧だったと思うんで、結果はね、本当にいいピッチングだったのかなと思います。で、打線の方は、巨人先発横川ということで、まあ、まあ、横川の方が状態はいいかなという感じはしたんですけど、まあ、チャンス作りながらもで、1回、2回はちょっと入らなかったんですけど、まあ、3回にね、ノーアウト満塁のチャンスを作って、まあ、ここで、ちょっと予想外だったんですけど、巨人の方ピッチャー変えまして、横川を諦めてですね、まあ、これなんかもう、決めてたのかな、変えるってね。それぐらい、まあ、点取ってないのに変えたんで、まあちょっとこの交代はちょっとね、わかんないんですけども、でピッチャー松井にね、ルーキーに変わりまして、まあ大山はね、あの三振倒れちゃったんですけれども、次の5番この男がやってくれましたね。テルに先制のまさかの満塁ホームランということで、これも本当にね、素晴らしい一打でしたね。もうまずね、もう拍手するぐらいのね、すんごい一打だったんですけども、まあちょっと今日のね、まあ風を見れば正直左バッターは特にちょっとホームランはきついんじゃないかなというふうに僕はちょっと見てたんですけど、まあ伸びに伸びてですね、右中間、入りましたね。もうテルのパワーは本当にすごいですし、まあ特に大山ね、打ち取られたんですけど、その大山のね、その打席の内容で、まあストレートで攻めつつ、まあある程度ストレートを見せ球に使いつつ、結構勝負球でね、こうチェンジアップ系、まあ、チェンジアップのような、まあ、シンカーのような、そういう球種を使ってきて、三振取られたんで、まあ、それをね、多分、ネクストから、テルもしっかり見てたと思うんで、まあ、そのね、チェンジアップ、まあ、シンカー系のボールを、まあ、しっかりね、待って、捉えたというところで、まあ、しっかり甘めに来たんで、まあ、それをね、ワンスイングでね、しっかりホームランにするっていうのは、やっぱり、状態もいいなと思いますね。まあ、現状ちょっとね、大山がちょっと当たってないというか、ちょっと調子落としてるかなっていう感じなんですけど、まあ、ここに来て本当テルが打ってくれてるんで、本当助かってるなと思うし、まあ、結果的にね、まあ、得点シーンこの1回だけなんで、まあ、結局はこの満塁ホームランでね、もう決勝点というところでね、本当に大事な一打。まあ、正直この3回入らなかったら、ちょっと正直僕は雰囲気的に4回以降入らないかなっていう感じしてたので、まあなんとかね。まあとりあえずもう最低限本当に、まあタイムリーでもいいですし、まあ犠牲フライでもいいから、とりあえず1点取りたいっていうところだったので、まあそれがね、一番いい形の、満塁ホームランということで、これも本当に最高でしたね。本当に、ナイスバッティングだったと思います。で、7回、継投ということで、まず7回はブルワーということで、1イニング、三振2つ、三振3つ、無失点ということで、まあブルワーも多分久々の登板だったのかなと、思うんですけど、本当に今日一番良かったんじゃないかなと思いますね、ピッチャーの中では。
本当にすごかったですね。コントロールもいいですし、本当に変化球のキレ、本当に良かったです。岡本に対しての最後のね、三振取ったスライダーだったりとか、まあ、坂本に対しての最後三振取ったカーブだったりとか、で、大城を打ち取ったインコースの、まあ、多分ね、球速的に151キロ出てるんですけど、ちょっとカットして、まあ、多分カットボールっていう表示になるのかなっていう感じのボールなんですけど、本当に素晴らしかったですね。なんか本当にもっともっとね、日本に慣れていけばもっと化けるんじゃないかなっていうぐらい、本当に能力が高い選手なのかなと僕は思うんで、今後またね、より期待してしまいますね、今日のピッチングを見るとね。本当にすごかったと思いますね、一言でね。で、8回は、切り式ということで、1イニング、被安打1三振1つ無失点ということで、まあ、ヒット1本打たれましたけどね、しっかり、無失点でというところでね、まあ、4点差もあったんで、まあ、ある程度はね、もうとりあえずストライクゾーンでというところはあったんで、まあ、いいピッチングだったのかなと思います。で、9回最後は石井ということで、1イニング、被安打1無失点ということで、まあ、石井もね、まあ、ヒット1本打たれましたけども、最後はね、岡本をゲッツーに打ち取ってゲームセットということで、まあ、しっかりね、0で抑えてくれて、締めてくれたということで、いい締めくくりだったのかなと思いますし、もう今日の試合も完璧じゃないですかね。まあ、打線も本当にね、まあ、そこまでチャンスはね、多くはなかったと思いますし、まあ、大チャンスっていうのはね、本当にこう、まあ、3回が特にね、大チャンスだったんで、まあ、それをしっかりものにしたっていうのがね、まあ、本当に大山があんまりね、本当に打ってない中、こう、3番の森下であったりとか、5番のテルっていうのがね、本当に前後が打ってくれているんで、まあ、大山の調子悪いのがあんま目立たないっていうぐらいね、いい証拠なんですけども、前後がね。まあ、本当テルも、本当に8月入ってから、好調をキープし続けてくれてるんで、本当にいい活躍をね、してくれてると思いますし、まあ、これテルもね、ホームラン19本なんで、あと1本でね、3年連続の20号に王手になったんで、あともう1本ね、とりあえず打ってほしいなと思いますね。もう今日もね、まあ、あの1本で、もう今日の仕事終わったよっていう感じだったんで、僕的には。でもその後もね、本当に結果的に4打席だって全出塁ですかね、3安打猛打賞ということで、意外にも今季初らしいですね、猛打賞はね。ちょっとこれは意外でしたけどね、本当に良かったなと思いますね。まあ、ピッチャーもまた今日はゼロなので、もう本当にね、ナイスピッチングですし、もう本当にピッチャー陣がね、何よりずっと抑えてくれてますよね、この連勝中はね。まあ、しかもまた先発に勝ちがついたというところでは、まあ、先発も本当にしっかり抑えてくれてるし、まあ、打線もある程度ね、まあ、4回、5回までに、まあ、2回り目入るまでに、まあ、1巡目ってなかなか難しい部分もあるんでしょうけど、まあ、でも最低本当に2回り目、3回り目にはある程度捉えられてきているようになってるのかなっていうね、最近の打線ですしね。まあ、本当に1、2番の出塁率安定してますし、まあ、森下もテルも本当に状態がね、いいですしね。まあ、とにかくやっぱり今はこう、ピッチャーもね、抑えてるっていうのはありますけど、でもやっぱ坂本のね、まあ、リードというか、そういう引っ張りっていうのはね、本当に大きい存在だと思うんで、まあ、本当にね、坂本もよく頑張ってくれてるなと思いますし、まあ、やっぱ8番の木浪もね、本当にいい存在感を占めてくれてますしね。まあ、大山もね、今打ってないですけど、まあ、でも本当に、まあ、波はあるし、まあ今はね、ちょっと悪い時期に行ってるよっていう感じだけなんで、まあそこまで心配はしてないですしね。まあこれからね、まあ徐々に、まあクライマックスとかもあるんで、そこに向けてというか、まあまだちょっと早いですけど、まあ状態上げてもらえたらなと思いますし。でまあ今日阪神も勝って、広島がヤクルトに今日も敗れたというところで、マジックが1となりました。1です。もうとうとう、もうカウントダウンどころじゃないです。もう本当にあと一歩手前まで来たので、まあ楽しみですね。まあ本当に明日決めたいです。本当に。まあもうとりあえず明日勝てばもう自動的にその瞬間、喜びの瞬間が来るので、本当に、まあ明日ね、まだ甲子園で巨人戦なんで、甲子園で決めたいなと思う気持ちもあるし、まあ明日決めれなければね、松田に行くんで、まあ監督もね、インタビューでは松田上げるのは嫌と、まあできれば甲子園で上げたいっていう感じだったので、まあ広島で上げるのが嫌じゃなくて、多分ね、阪神ファンの方がね、広島に行くと、やっぱビジターなので、相手の球場なんでね、まあ少ないんで、まあできたらやっぱりね、ファンが多い状態でっていうのはあるでしょうし、まあ選手たちももうここまで来たらね、明日勝って、もう自力で決めたいって思いは絶対強いと思うし、もうみんなとりあえずもう試合内容がもう、ダメでも、とりあえずもう勝てたらいいっていうね、風に思ってると思うんで、もう僕たちもそうですけどね。正直もう勝って明日甲子園で決めれたら本当に最高ですし、まあ9月に入ってから本当にうまくいきすぎて怖いですし、本当にね、もう何もかもがなんかもう今日の試合もそうですけど、まあ本当に阪神の流れで最初から行ってるかのような、本当にそういう流れだったし、なんかそういう感じですよね。今はね、本当にチーム状態がいいし、止められない状態になってますけど、まあ、とりあえずね、まあ今日も一緒に見せてもらったんで、まあ明日ね、先発ね、
まあ、だいぶ緊張すると思いますけれども、才木が、投げるということで、まあ、巨人も赤星が来るんですけれども、まあ、才木ね、まあ、先週水曜日かな、まあ、7日ぶりかな、先週水曜日、中日戦は本当にね、6回無失点から1ピッチングだったと思うんで、まあ、もうマジック1というね、こう数字まで結果として来ちゃってるので、本当に緊張すると思いますし、一番多分才木が緊張すると思うんですけど、まあ、とにかく、まあ意識はするかな、さすがにね。まあでも自分のピッチングをしてくれたらそれだけでいいと思うので、まあ頑張ってほしいなと思いますし、まあ赤星とはね、まあ今年以外にも初対戦ということで、まあ去年は、結構やられているイメージが強いんで、まあ今年初対戦なんで、まあちょっとね、まあ読めないんですけども、まあ赤星も結構最近はいいピッチングをね、ずっと続けているので、まあなかなか手強い、まあちょっと苦戦しそうだなっていう予想もできますしね。まあちょっと去年やられてる分やり返したい部分もありますし、まあなんとか、まあそこまで打てないかなと思うんですけど、まあまたロースコアの展開で勝ち切れたらね、理想かなと思うんで、まあとにかくもう選手たちは本当にね、必死でもう勝とうとしてくれてますし、もうとりあえずもう明日はね、今までというか今年一番緊張するんじゃないかなっていう、まあ日になるんじゃないかなと思うので、まあなんとか、まあいつも通りね、まあ平常心なんとか保ってやってくれればいいと思うし、まあ僕たちはとにかくね、もう応援するだけなんでね、まあ、とりあえず、明日、なんとか言う、あれね、決めれるように、選手たち本当に、頑張ってください。本当に僕たちもしっかりね、明日みんなで応援しましょう。ということで本日は以上になります。よければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。